ボクシング世界チャンピオン井上尚弥選手と同じ年にプロデビュー、同じように無敗のまま世界チャンピオンに上り詰めた久保俊選手。デビューから7年、井上選手とは全く異なる岐路に立たされていました。いや、もうやめるつもりでした本当に。一度は引退を決意しながらも再びリングに戻ってきた久保選手。彼はどうして再び戦うことを決めたのか。涙に秘められた思いを見破ります。ボクシング元世界チャンピオン久保俊選手、所属するジムの先輩である長谷川穂積さんと同じサウスポースタイルで、デビューからわずか4年で世界のベルトをつかみました。しかし5ヶ月後の初防衛戦では一方的な展開で KO 負け。さらに去年5月には中国で2階級制覇に挑みましたが、再び KO で敗れてしまいました。周囲からは限界説がささやかれ、自らも自信を失っていった久保選手。大好きなボクシングをやめるため、介護施設で働き始めました。あ、こういう人生もいいんやなって思ったりします。なんか知らんところに行きたかっただけですね。あ、ボクシングじゃない。あ、そうです、もう全く知らんところにと思ってやめるつもりやったね。とはいえ心の中では葛藤が続いていました。やろうって思っても30分後にはやめようって思ったり、それの気持ちのあれがなったので、なかなか踏み切れない自分。そんな中、職場でかけられた何気ない一言が運命を動かしました。写真を撮ってほしいとかいろいろ言われたんですよ。ほんで、いやいや僕はあれですよって言ったら、なんか世界チャンピオンとしての久保さんを好き上がれて応援させてほしいってこう本気で言わはった時に、あ、この人本気で言うてくれてんやなと思って、その時に初めて自分でベルトを見ました。ちょっと一人でこう開けてみました。あの日以来、自分では一度も見ようと思わなかった世界チャンピオンのベルト。もう一度世界チャンピオンになりたい、熱い感情が湧き上がってきました。デビューしてから最も長い1年4ヶ月ぶりのリング。それはもう一度自分を信じるための戦い。簡潔に言えば自分のもうためにやりたいですね。まずは自分のためであり、自分の意地を見せたいかなとは思ってます。過去の失敗を今のためになってるってこう言い聞かすためにも、言い聞かすというか言い切れるためにも頑張りたいです。お前もっと世界チャンピオン、格が違う、自信持って。結果で全てが評価される厳しい勝負の世界。元世界チャンピオンとしてここで負けることは引退を意味します。久保選手のボクシング人生第2章が始まります。序盤から長いリーチを生かし、
相手に打たせずに打つ、自分のボクシングを徹底する久保選手。一進一退の展開が続きます。ラウンドが進むにつれ久保選手の左が当たり始めると、迎えた第6ラウンド。左、いいストレート入りました。渾身の左がクリーンヒット。相手を倒すことはできませんでしたが、判定で復帰戦を勝利で飾りました。やめなくてよかった、心からそう思えた瞬間でした。周りがやめた方がいいって言われた時に、もう今でも言われてるの分かってますけども、自分でちゃんと終われるボクシング人生でありたいなとは思っているので、そうですね、まだもうちょっと頑張りたいですね。